人間だけが祈れるんですよ。霊的だから。ね、いいですか。だから人のために祈る、委ねるっていうことは神に任せるってことです。その任せ方もたくさんあるってことです。ね、信じている、委ね切るっていうことです。あたふたしない。そして鼻で息するものに頼るなってイザヤ書の2章にありますね。2章の22節です。簡単でしょ。222ですから。鼻で息するものに頼るな。要するに神にまず頼れということなんです。これが信仰、委ねるってことです。はい。そして6番目。聖霊との交わり。コリントの手紙第2の13の13。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。交わりと訳された言葉は、コイネギリシャ語で、今使われていないギリシャ語です。古い、今で言ったって2000年前だからね。日本人だって2000年前、ちょっと文明ないけど、平安時代に行ったら多分あんまり通じないと思いますよ。マローワっていう違いですよ。マローワってわかんないけど、多分日本語も違うと思いますよ。はい。まあ、コイネギリシャ語という古いギリシャ語では、ね、コイノニアは親密な交わりなんです。神との親密な交わり。だからデボーションが、僕たちが親密になれる唯一と言ってもいい。礼拝とデボーションなんですよ。神様、デボーションというのは